住野江公園駅は大阪府大阪市住野江区線一丁目にある大阪市高速電気機道の駅。四つ橋線と南高ポートタウン線の2路線が乗り入れる。駅番号は四つ橋線が Y21、南高ポートタウン線が P18。住野江区の代表駅である。駅のすぐそばに住野江協定場があるため協定開催日は大変混雑し、特に スペシャルグレードレース期間中となると、さらに混み具合が激しくなる。事業化されていない、四季長長吉線の始発駅となる予定である。島式一面二線のホームを持つ、地下駅。地下1階改札口は北より、中ほど南よりの合計3カ所。中ほどの改札の付近に、ニュートラムのホームに通じる連絡エスカレーターとエレベーターが設けられている。のへは、 北改札が近い。協定開催時の混雑対策のため、通常の6両編成停車位置の、さらに行き止まり、方向にも8両編成停車位置相当のところに停車し、通常乗車位置と重なる3から6号車は、ドアカットし、折り返し通常の乗車位置に移動し直していたが、2014年頃からは、それがなくなり、通常を停止位置に停車するようになった。 また8両編成の境より1から2号車相当の部分は柵で仕切られており立ち入りできなくなっている。また稀に西梅田駅でありながら次の北香谷駅で車両取り替えを行う場合がある。この場合は高速車掌があらかじめ取り替えによる肉声アナウンスがなされる。また車内自動放送は使用しない。駅管轄は大国町管区駅であり駅長が配置され、 当駅及び北香谷駅を管理している。島式一面二線のホームを持つ、高架駅。二階に改札、コンコース、三階に、ホームがある。改札口は東寄りに設けられている。ホームには四つ橋線の駅に通じる、連絡エスカレーターと、エレベーターが設けられている。駅管轄は、南港運輸事務所であり、駅長が配置され、当駅及び、平林駅。 南高口駅、南高東駅を管理している。なお、ホームからは、墨の絵協定場が丸見えとなるため、協定場側のホームドア他の窓ガラスはすべて、すりガラスになっており、レース風景が観戦できないようになっている。2020年11月10日の1日、上降人員は27,787人で、ある。オスカードリーム駅南西にある、オスカードリーム内に、 大阪市ティバスのバスターミナルがある。停留所名は地下鉄隅の江公園。1998年10月の調査結果では地下鉄隅の江公園停留場の1日の乗車人員は3849人である。これは当時の大阪市営バスの停留所中8位である。また駅周辺の路上にも停留所がある。停留所名は地下鉄隅の江公園駅前。 オスカードリーム東側から、堺浜シーサイドステージ方面への無料シャトルバスも、発着している。2007年7月2日から2009年3月31日まで、パークライドの実証実験が行われており、市営交通で大阪ピタパを利用することによって、タイムズ、住野江公園駅前の駐車料金が割引されていた。ありがとうございます。